三国連戦記先駆け。静かに。見えるか、そこの枝先に小鳥がおるのだ。朝毛の最中かもしれんな。かわいいものだ。おはようございます。朝毛が食べたいですね。三国連戦記先駆け初見実況プレイ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。さあ皆さんもね、いつもご視聴コメントありがとうございます。なかなかねペースがはかどりませんが、ご容赦ください。さあお話の方は、久々に本をめくってみようという話ですね。何が書かれているでしょうか。これから先、いそいそと机の中から本を取り出してページをめくった。何炎本書は紀州志士の漢文節とともに皇帝の血を引く優秀木を皇帝に据えようと計画する。これ前も言ったかもしれないけど、この皇帝の血を引く優秀木って竜具のことですよね、きっと。あの、劉備なんかよりもよっぽど、あの、血族的に官室に近い人だけど。あ、失礼。しかし、優秀木に断られたことで計画は失敗に終わる。うん、これも史実通りだね。優秀木に、劉具には断られます。この一件で、反対した炎公路と炎本書の関係は、さらに悪化することにとなる。うん、また、紀州を狙う公孫白慶は、炎公路と仲を深め、それを恐れた漢文節は、炎本書に紀州志士の座を譲った。うん、まあ、北と南からの挟み撃ちになってしまうね。もし、両者が手を組んで、してしまった場合ね。ああ、そうだ。このページに出てきたんだ。これから先戦うことになるっていうことなのかな。不安に思いながらページをめくる。炎公路派の孫文代の力を削ごうと、炎本書は孫文代が治める余州に自らの部下を志士として派遣。うん、この孫文代あれだね。孫作孫権のお父さんだね。これにより、炎公路派対炎本書派の戦いが起こる。ああ、怒ってしまうね、もう、書によると。この戦いで、公孫白慶の弟は、公文代の援軍として向かうが、戦死してしまう。これは越だったかな、公孫越だったか。この一件に激怒した公孫白慶は、復讐すべく、紀州の海峡へと攻め込んできた。さあ、海峡の戦いが起こります。攻め込んだってことは戦いになるのかな。そうです、白馬義獣がやってくるよ。コーソンのコールさんとも本格的に敵対するみたいだし、大丈夫なのかな、心配だな。本を開いたままじっと考える。しかしこの戦いは、まあ先を見てみよう。あ、見なかった。まだ寝ていなかったのか。しかしこの戦いは、あ、はい。ん、それは本書様が私の手元にあった本に目を留め、少し気になることがあって。どうかしたのか。それが、この間の、漢志士の奥さんとのお茶会で、公孫白慶という人の名前が出てきたので、調べてみたんです。今後攻め込んでくるかもしれないと書いてありました。公孫白慶は、そうか。公路と争うわけではないのだな。それがね、不穏な噂が立つだけあって、本書様も公孫白慶のことは気にかけていたらしい。驚く様子はなく、納得したようにうなずく。公路さんではないということでほっとしている響きすらあった。やっぱり本書様が一番気にかけているのは公路さんのことなんだ。だとしたら、本の内容を全部話したら悲しむだろうな。人生のネタバレみたいなもんだからね。言いづらく思いながらも先を続ける。ただ、公孫白慶が、炎公路派となるようで。そういうことか。直接対決するわけではないにしても、争いは避けられぬのだろうか。
わかりません。皇帝擁立の件は解決したのに、おかしいですね。皇帝擁立の件がなくなれば、コーロさんとの関係も良くなると思ったのに。結局、未だに本の内容は全く変わっていない。まだ本に現実が反映されていないのか、それとも本の内容と現実が乖離しつつあるのか、判断できなかった。未来は変えられぬのか。落胆したような本書様にかける言葉が見つからない。本のことを何もかも分かっているわけではないだけに、私にも何がどうなっているのかわからない。お役に立てなくてすみません。お前のせいではない。本書様は小さくため息を吐いた。どうにかできればよいのだが、他には何か書いていなかったか。本書様に言われ、本に目を落とす。何でも燕高炉の部下である孫文代が治める余州に、本書様が自分の部下を志士として派遣して戦いになるとか、そこに高孫白慶の弟が孫文代の援軍に向かい戦死したことで高孫白慶の恨みを買うと書いてありました。バカな、そのようなことを私がするはずない、うん、確かに人が治めている土地に部下を無理やり送り込むなんて本書様らしくない強引な行動だよね。なんということだ。私が部下を派遣しなければ避けられるというのであれば簡単な話だが、本書様は疲れたようにため息をつくと眉間を押さえて寝台に座り込んだ。本書様大丈夫ですか？てかこれあれだっけ、結婚式の当夜だっけ、宴当夜も何も三日三晩続くレベルだから感覚わかんないけど。すまぬ、もうこの話はよそう。すみません、お休みになるところで。私を心配してのことだろう、わかっておる。このところあまり眠れぬのだ。私のことは気にせず先に寝るといい。肩もみでもしましょうか。あったね、肩もみというスキルが。大丈夫だ、しばらくすれば寝られる。失礼。そうですか。うん、おやすみ。おやすみなさい。そう言って寝台に向かっていて、ふと本書様と一緒に寝ることを思い出す。忘れてたのか。本書様は後から寝台に入ってくるのかな。今更一緒に寝るんですかなんて聞けないよね。先に休めって言われたし、きっとそういうことなんだ。二人で並んで眠る姿を想像して、どうにも恥ずかしくて仕方がない。寝るんだよ。寝なければ生きていけないから。寝台を前にして逡巡している私に気がついたのか、本社様が私を振り返った。どうかしたのか。あ、いえ。なんて言ったらいいか分からずに、孫をついていると、本書様が寝台と私とを見比べる。これからはこの寝台を共に使うことになるが。はい、やっぱりそうなんだ。落胆のような、はっきり分かったことへの安堵のような、複雑な思いのまま納得する。私の表情を深く注意深く覗き込んだ本書様が困ったように眉を下げた。もしお前が嫌ならば考えるが。すごいね、名門中の名門の当主がね、当時の時代の嫁さんに向かって譲歩するというね、信じられない光景だよね。世が世なら、いえ、ただ抵抗があるだけで嫌ではなかった。何もするつもりはない、ただそばで眠るだけだ。良いか。あくまでも私を気遣うような本書様の眼差しに不安やためらいが薄れていく、うん、何にもしない方が問題だよね、結婚したからには。仮面夫婦かってなっちゃう。
私が黙ってうなずくと、本社様はほっとしたような表情を浮かべた。それでは先に休ませていただきますね。うん、ゆっくり休め。本社様に軽く頭を下げて寝台に潜り込む。一緒に寝るわけじゃないならそんなに気にならないかも。そんなことを考えながら掛け布をかけて目をつむる。本気の疲れも手伝って、あっという間にまぶたが重たくなった。あ、久々のスチルだ。寝てる。一緒に寝るわけじゃないって言ったけど、そんなことないよね。一緒に寝るわけだよ。ちょっと見てみましょうか。久々のスチル嬉しいですね。しかし耳輪をさつけながら眠るってすごく違和感がありそうだけど、慣れですかね、その辺は。目を開けた瞬間、目の前にあった本社様の顔に驚いて息を飲む。どうした？顔に驚いた。近い。あ、近さにね。近さに驚いた。そうだ、昨日から同じ部屋で寝てるんだ。男の人と同じ寝台で寝るなんて生まれて初めてだ。あまりの距離の近さに思わず体を反らせて離れる、うん、それでも同じ寝台では普段と全く距離感が違う。慣れない近さに心臓が正気を打ってなかなか収まらない。本社様はまだ起きないのか、みじるぎもせずに静かに寝息を立てている。あ、日が出てるね。朝になったんだ。近くで見ると肌のきめ細かさやまぶたのまぶたのなまつげまぶたの長さが目につく。まぶた、本社様って美形だとは思ってたけど、耳の形っちも整ってるんだな。なんだかんだでよく見ちゃってるじゃん。観察する湯気子。長く一緒にいても知らなかったような発見もあって、思わずまじまじと見つめてしまう。うん。あ、起きた。私の視線を感じたかのように本社様がゆっくりと目を開けた。自然だね。ちょ、さっき調べた。早翔打つね。早翔打つ。早金。正形じゃないよ。やや焦点の合わない目が少し緩んでいて、間近で目がバッチリやったこともあって心臓が跳ねる。おはようございます。よし、さっきなんて言ったっけ。また早金を打ち出す胸を押さえて努めて冷静にそう答える。読んでる自分が冷静じゃないよ。どういうことだよ。早翔を打つ、早金を打つだったそうです。本社様は私の動揺に気づいていないのか、ぼんやりとした表情で窓の方に視線を向けた。夜が明けるまで寝入っていたとは久しぶりだな。私も久しぶりだよ。今日夜が明けるまで寝てたよ。仲間だね。夜明け前に起きるよね、いつも。そういえば最近あまり眠れないって言ってたっけ。昨日も遅くまで眠れなかったんですか。いや、いつもよりも早く眠れた。それに、うん、いつも夜明け前に目が覚めていたのだが、うん、今日はよく眠っていたようだ。私には本社様の気持ちがわかる。人と寝てる
方がよく眠れる人もいると思うんだけど、自分もそうだよね。一人で寝ると眠れないからね、そもそも。それは良かったです。お前のおかげかもしれぬ。うん、その気持ちはわかる。こんなことならもっと早くにこうして添い寝してもらえばよかった。本主様はそう言うと私の方に身を寄せてきた。本主様。驚いて身を固めると本主様のまぶたがゆっくりと閉じられた。寝た。まもなく寝息が聞こえてきて一気に肩の力が抜けた。また寝ちゃった。よっぽど寝不足だったのかな。このままそっと しとこう。本所様の寝顔にはどこか疲れの色が見える。よくよく光の下で見るとうっすらと熊が浮かんでいるのが分かった。以前よりも痩せたようにも感じる。眠れなかったのはこの先のこととかいろいろ考えてたからなのかな。どうしてこんなに辛いことばかり起こるんだろう。本当のお父さんを亡くして、その上弟同然のコールさんと敵対することになるなんて。それにもしかしたら友達だった人たちとも戦うことになるかもしれないんだ。戦国時代だから、本社様が辛いわけじゃないのかな、だけが辛いわけじゃないのかな。もし珍しいことじゃないとしても、そばで見ている分どうしてもひどいと思っちゃう。もし私が本社様の立場だったら、想像を絶する世界だ。あまりの重さに胸が詰まる。お父さんが死んで友達や家族と対立するなんて想像するだけでも辛い。私がこの世界に来たのと同じくらい孤独な気持ちになるかもしれない。思わず本社様の顔にそっと触れて頬を撫でる。無意識に積極的な行動するのがゆえこの特徴だよね。意識してるときはね、遠慮がちなくせに、ね、本社様のまぶたが震えてゆっくりと開いた。すみません、起こしてしまいましたか。よい、そのままで。お前の手は温かい。本所様が目を閉じながらすり寄ってくる。どこまでのもう無防備な仕草に気をつかれて、一瞬体が固まってしまう。よく固まるね、体が。緊張している私をよそに、本社様はそのままゆったりと身を委ねてきた。ん？やがて寝息が聞こえ始める。その安らかな表情を見てほっと息をついた。また眠っちゃった。よかった。そのまま、もう少しこのまま休んでほしい。本に書いてあったこの先の運命が本当に本主様の身に降りかかるのだとしたら、あまりにも辛すぎる。これからもっと重いものを背負うかもしれないと思うと、ただただ今は何もかも忘れて休んでほしいと願うしかなかった。いたわりの気持ちを込めて本主様の背中を撫でる。心なしか本主様の表情が和らいだ気がして胸が温かくなった。三日三晩続いた婚儀のお祭り騒ぎも過ぎ、ほっと一息ついていたところに長さんが訪ねてきた。今日帰るので、その前に少しご挨拶にと思いまして。もう帰っちゃうんですね。寂しいです。まあ、あんなに頼もしい旦那様がいらっしゃるのに、何を気弱なことを言ってるのですか？あんなに愛されていて、羨ましいです。そんな、本当にこの結婚はそういうのではないんです。どういう意味ですか？という言わなくていい気がする。それは本社様はずっとそばに置いている私の立場が悪くなるのを心配してくれて妻にしてくれたんです。そうすれば私は陰口を叩かれるようなことはなくなるからと。だから恋愛とかそういったものではないんです。まああなたも本気でそう思っているのですか？一瞬長さんの質問に答えられず黙り込んでしまう。本社様の愛情をめいたものを感じることはあるけれど、それがどういう類のものなのかまだ測りかねていた。犬とか猫に対する気持ちと同じだと感じることもしょっちゅうだ。
わかりません。ではあなたの気持ちはどうなのですか。私の気持ち、妻となる覚悟もないまま庇護してもらうために結婚したのですか。これは手厳しい。私はどうなんだろう。本社様から結婚の話を聞いてそれが一番いいと思ったし嫌じゃなかった。でもだからといって恋愛感情なのかどうかよくわからない。本社様の妻になるっていうことは元の世界を捨てるっていうことだ。そんな覚悟が出てきてるかっていうとまだわからない。もうあの幼馴染の名前を忘れてしまったよ。たかしだかたけしだかひろしだかさとしだか。考え込む私を長さんは何も言わずにじっと見守っていた。たとえ今回の結婚があなたの立場を保証するためのものだったとしても、きっかけなどどうでもよいのです。あなたがこれから円太守とどう関わっていきたいのか、どう生きていきたいのかを考えなくては。どう生きていきたいのか。私が噛みしめるようにつぶやくと長さんは優しく微笑んだ。少し私の話をしましょうか。長さん自分語りの回だ。私の家は貧しい農家で、五人子弟の長女だった私は口減らしのために早くから奉公に出ました。幸いそのお屋敷でいろいろ学ばせてもらって、紹介をもらって途上で働くことになったのです。そうだったんだね。私にとっては働いて身を立てて故郷に胸を張って帰ることが生きる目標です。あなたはどうなのですか。私はどうなんだろう。これからどうしたいんだろう。私もずっと家に帰りたいと思っていました。考えていた結果出てきたのはその言葉だった。本社様に仕えたのもそのためで、働いて生活しながら家に帰る方法を探そうと思っていたんです。なぜか自然と過去形になってしまう。今はどうなのですか。本社様と過ごしているうちに一緒にいることが自然だと感じられるようになりました。いろいろとお世話をしてもらって、優しくしてもらって、それを返せるのか不安になるんです。家に帰るまでにもらった分だけお返しできるのか。返すまでは家に帰れないと、そう思っているのですか。はい。ではもしそのご恩返しができたとしたら、あなたは何の未練もなく家に帰れるのですか。恩返しできたとしたら、その時私はどうするんだろう。お前はずっと私のそばにおれ。ネガティブモードだったな。はい、はいって言っちゃったな。どこにも行かず私のそばに。どこにも行きませんから。あ、行っちゃってるじゃん。帰れるのかな。一緒にいるって約束したのに。これから先もし本に書いてあった通りのことが本社様に起こるなら、その時そばにいていられないのは辛い。本社様が辛い時にはそばにいたい。恩返しのことはひとまず置いて、自分自身の気持ちを見つめ直してみるといいでしょうね。押し黙る私の様子をじっと見ていた長さんが優しくそう言った。ずっと心の底にわだかまっていた迷いが少しずつなくなっていく。そうします、ありがとうございます。はたから見ているとこれほどわかりやすいことはないのに、もどかしいものですね。わかりやすいですか。意味ありげに微笑む長さんの顔を見返して瞬きを繰り返す。ええ、でもこれは自分で気づかなければならないことですから。そうですね。でないとお世継ぎを望まれた時に困るでしょ。こればかりはご恩返しでどうにかなる問題でもありませんし。世継ぎ？
思いもよらなかった言葉に思わず声を上げてしまう。まだ思いもよってなかったのか。何を驚いているんですか。大声を上げるなんてはしたないとでも言うかのように翔さんが少し呆れた表情をする。妻となれば当然の務めです。でもそういった事情なら円太守も無理にとはおっしゃらないでしょうが。当然。ええ、妻となれば当然の務めです、うん、確かに監視士の奥さんたちも言ってたけど、でも本社様はどう思ってるのかな。お世継ぎのことは周りの目もあります。急かすようにあれこれ言われるかもしれません。自分自身がどうしたいのかしっかりと考えることです。はい。本所様はお立場もありますから、お世継ぎを急ぐなら他の奥方を迎えればいいだけの話ですからね。え？あれだけの地位の方なら奥方様を何十人とお持ちだっておかしくありませんし。そりゃそうだ。うん、それに自分がね、女性好きかどうかは置いといてになるんだよね。本当とにかく世継ぎ男子を産まないことには家が保てないからっていう、とっても確かに最重要項目であるんだよね、偉い人ほど。そうなんですか。考えてみたら当然のことなのに、なんとなくショックを受ける。まあでも生まれたら生まれたら兄弟同士でいさかいなんかがあったりするからね、もう何が正解なのかわからないよね、こういう世界って。まあ史実のね、炎章さんも結局後継者、自分の子供たちの世代後継者争いで滅んでいくわけだからね。さて、それでは私はそろそろおいとましますね。さあ、翔さんとお別れすることになるところで今回は終わりにしましょうかね。さて、ゆえ子はね、だんだん帰れない雰囲気になってきたけども元の世界に。まあほとんどのパターンはそうだかもしれないけど、さあこの先どうなるか見ていきましょうね。ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは失礼します。